皆さんこんにちは、さきです。今回はハロウィンに記憶がなくなったドッキリをしていきたいと思います。私がね、記憶がなくなった体でハロウくんにちょっと深刻な雰囲気を出してちょっと相談するっていうねドッキリなんですけど、まあ、それでねどういう反応をするのかっていうドッキリですね。最初は信じないと思いますね。絶対ドッキリでしょみたいな感じだと思うんですけど、もう本当に雰囲気をマジの重たい感じにしてやれば、ちょっとねハロウくん単純だから信じてくれるんじゃないかなって思いますね。ということでやっていきたいと思います。それではどうぞ。って、お酒は言ってるんですけど、もうそれは、ママから僕は聞いてて、知ってるんですよ。もう、またね、僕を騙そうとしてたみたいで、その計画を、もう僕が崩してあげようと思ってます。なので、お酒の記憶を呼び戻すために、もうお酒の恥ずかしい過去を暴露していきたいと思います。それで、いつギブアップするか、検証していきたいと思います。まず深刻な話があるんだけどさ、うん。なんか記憶なくなっちゃったみたい。え、絶対そうじゃん。これ誰かわかる？いや、家族の名前だけは覚えてて、他のそういうなんか私が SNS やってることも知らなくて、ママから聞いたんだけど、それ以外のことが全くわかんない状態ですね。なんかその基礎的なことしか覚えてなくて、もうなんかそれ以外のこと全部忘れちゃってるんですよね。マジで全部忘れたの？そうみたいなんです、ね、そりゃやばいって。じゃあさ、小5の頃さ、ランドセル忘れて登校したことも忘れてる？覚えてないですね。コート着てスカート忘れて学校行ったことも、パンツ一丁で。いや、覚えてないですね。そんなこと、またそんなことしてたんですか？やばいな、それは。じゃああのことも、一人で電車を乗り遅れてホームで泣いてたっていう。全然覚えてないですね。それはやばいって。これは覚えてるでしょ。学校の下校中にさ、 おしっこさ我慢できなくておしっこ漏らして外で。全然覚えてないですね。何それ、全然覚えてない。学校の下校中にお漏らししたんだよ。でも私それ全然覚えてないんですけど、覚えてなくてもそれはちょっと言わないでほしかったかもしれない。本当だとしても言わない方が良かったかもしれない。それは普通にさ、思い出させようと思ってさ。いやでも違くて。じゃあこれ覚えてるだろ。勝手にママのさ、真珠のネックレス借りてさ、壊してママに内緒で隠してってこと。全然。ちょっと待って。あれ、そう、真珠のやつ勝手にこうやって首につけて、これバーンって散らばって隠してた。あの、で奥そこにこうやってしまってた。あ、だって壊れてたの。この間葬式の時つけようと思ってたら。全然覚えてない。待って、違う、絶対それ私じゃない。絶対覚えてる。そんなこと覚えてないもん。嘘でしょ。これもあるよ。おばあちゃんに隠れてお小遣いもらってたこと。ママに内緒で勝手に隠れてお金もらってた。なんかそういう言い方はさ、良くないと思いますよ。おばあちゃんに隠れてこうやってこうやってこうやって、あ、いいの、ありがとうっつって。いや覚えてない。何それ。そういうのは報告することになってるじゃん。だって覚えてないもん。何それ。そんなさ、別に嘘か分かんない情報そうやって言われても困るんですよ。だって俺見てるもん。これ覚えてるでしょ。ウージュンと満員電車乗っててさ、何が、ねえねえ乗って、何がさーいって言われてさ、全然覚えてない。それで顔真っ赤にしてよ。顔真っ赤にしてよ。ウージュンにねえねえ乗って臭いって言われて恥ずかしがってた。ねえねえ乗って臭いって言ってた。違う、あれはうーちゃんがあれだったから。覚えてるの？ちょっと待って。ドッキリだよ。はい、こちら見てください。はい、マジでさ、この動画使えないからね。これ俺も知ってるよ。ギャグドッキリ大成功。逆ドッキリって分かってた上でさ、カメラあるの分かってたのにさ、よくそういうこと言えるの。ほんとちょっと神経疑う。お前が俺にドッキリしようとしたでしょ。そうだけど、それでムカついたから全部暴露してあげたの。待って、この人だってねヤバいこといっぱいあるからね。なんやばい。あのコンビニ小2ぐらいの時にコンビニ行く時にお財布ないからって言ってパンツの中にお金入れて、そっからあのお金出して店員さん困らせてた。え、じゃあさ、ママが曲ばらしたってことだよね。そうだよ。いや、違う、内通者か。面白いかなと思って。
絶対この後ね、撮影終わった後お母さんに絶対に怒られるんですよ。怒られるよ、そりゃ。真珠のさ、ネックレス勝手にさ、壊してた。ずっと前じゃん。それをさ、なんかさ、俺のせいみたいになって、俺がさ、ママに怒られてる。感じでしたね。もういろいろやばいこと暴露されちゃったんですけど、はい、マジもうでもね、この動画使えないと思って焦った。使えないレベルのことをさ企んでたっていうことですね。はい、っていう感じでしたね。はい、もう絶対司会しますということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバイ。お先に失礼します。ハローにお先します。